店長美少年会議のさだめりく赤髪です。す食べることであーそばー食べることですよ。まあね、僕たちはね2人やってるんですけれども、まあ2人知らないと思うんで、うん、まあ、昔の動画を参照していただいてね、ルール説明はねもう2人にするんで、後でまあちょっとボードゲームしたいなと思って人数こうやって集まれたし、確かにあのゲームはめちゃめちゃ面白いんで、まあ、3人でやったけど、うん、4人でやったら面白いですから。今回あだから4人の方が面白いよね。前回3人だった。そうそう、スナディがいたから。今はなきそんなこと言うね。多分ここに家出てます。今日来れないだけだもん。まあ、ということでこの4人でねやっていきたいわけなんですけれども。なんですけども。まあなんか盛り上がりに欠けるんじゃないのって思うんですよ。魂をかけろと、本気になれと、勝負には本気になる必要があると、これが少年カリーナの理念なんですよ。ということでですね、本日で罰ゲームを用意しました。こちらです。これわかんないでしょ。これやばいでしょ。これ。何これ。これね。見ていただいて。あの僕が発見したんですけど。うん、これコンビニの奥の隅っこに隅っこにあった謎のお酒です。で、こう成分が激ヤバで、まずアルコール 29% です。高いなお酒だろうね。で、ソルビトール、マムシエキス、ケーヒ、リュウガン、コリアンダー、高麗人参、クコの実、イカンガワ、アミノ酸、ナツメ、ウイキョウ、毒ガミ、肝臓。それ元気になるやつじゃない？大丈夫？テキーラの代わりになるんじゃないかと思って、これを負けた人は負けた瞬間に飲まないといけないです。一気グッてして退場、一気性退場。あの、ゲーム終了抑えてこうやって退場してる。ウォッカとかテキーラならしょうがないなって言ってるけど、単純にこれ飲みたくないでしょ。だってあの、飲まないよ多分我々の年齢だろ、これは。おそらくね、おそらくだけどね。ということで、ダブルコードやっていきましょう。やばいね、ちょっとさ、これさ、本当に緊張するんだよね。緊張感やばいね。飲んだことないからやばい。そう、テキーラとかだったらわかんじゃん。遠目で見たら、あの、カフェに置いてあるアイスティーでね、グラスに入ってるね。はい、ということでですね、やりますよ。ダン、これはもうプラスチックで触れなくなったら、ここに置いた時点で、この裏表が決まるから。そうだね。スタート。まだこれ話さないと。そうなんだよ、全然面白くないから。とりあえずじゃあさ、高速シートでもやります。ゲームの中のゲーム。いい、ね、じゃあ俺から始まりますよ。はい、せーの、ねえこ、こうわろ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッコ、こうえ、煙突、アウト。煙突。本当に？いや、本当に？アウトです。アウトだね。なんだろう、ほんとに嫌だ。何の匂いするの？これすっごいよ。あの、傷口に塗るやつ。え、てかアルコールランプみたいなのする。する。じゃあ、乾杯。クイッと。え、どうなん？それは、どうなん？それは、どうなん？これすごいね。え、すごい、すごい。これ、やめとけばよかった、これ。なんだろうな、これ。再開するよ。いいですか、今からまた行っちゃうんですよ。オッケー、はい、スタート。あー、いい。どうぞ。何、正気が見えない。いや、ちなみに俺もそう。だよね。うん、まあ、好きな寿司のネタ何？ワニか。ワニ。ワニか。ワニか。ワニ以外だったら2番目に好きなの。ワニの寿司なんだな。コンビーフ。あれ、好きな寿司のとか。あ、俺も寿司だ。俺は、まあ、ハンバーグか。ハンバーグか。ハマ寿司かカッパ寿司か。ハンバーグか。カッパ言ってない。ハマ寿司かカッパ。カッパやな。カッパやな。え、見てみて。どうぞ。カッパって泳げますか？カッパは泳いでるとこしか見たことないわ。カッパ泳ぐよ。沼の上を。カッパ泳ぐよ。あ、そう？いただきます。よいしょ。よい。うわ、これすごい痛すぎ。怖え。怖え。どうしたね？怖え。怖え。わかる？なんか今までに飲んだことないマツタじゃん。初めて本当に未知の。あ、待って。はい、一騎打ちです。一騎打ちだな。ちょっと対面になるよ。ちょっと対面でしょうか。え、じゃあ俺はちょっと嫌なやつなんで、カードチェンジしていいですか。これ何やったかも見せません。カードチェンジいきますよ。じゃあ僕がやるんで。どんな音かな。いや、いいんじゃない。
ここもガチャでかいな。はい、ほほほん、酒回ってるから楽しいね。いや俺、え、あ、えーって感じ。子供の時にさ、クリスマスで何が欲しかった？かっこいい声に言わないで。オッケー、あの、質問をちょっと一回ずつ。うわ、パンチの打ち合いだわ。ちょっとパンチ打ち合いだわ。いや、しないよ。くどかないで。あと、もう一回質問を。え、子供の時、クリスマス何もあってほしかった？キムタクだよ。ほんまに質問の、まあ、答えを言うと、うん、時計かな。時計か。小学校の時にいけてんね。小学校の、まあ、そうね。時計かな。シーズンかな。シーズン高い。俺、結構、あれだったよ。返信メールとかもらってたけど、そういうのいらないです。あのね、返信ベッドとかもらって。返信ベッドとか。これマジでやばいよ、本当にやばいよ。怖え、怖えぜ、マジで。はぁ、怖え、本当に怖え。うわぁ、震えた。もう終わりだよ、エンディングだよ。ラストワン、一番最初に負けるやつがね。だからもう本当に必死になると思う、うん、だから一発だよ、うん、みんな任しに行く。いやこれ悪いやつもあるからね。もう引いた瞬間アウトもあるから気をつけてね。スタート。まず、うん、第1回、うん、少年カリギュラ、うん、はい、始まります、うん、少年カリギュラで最も必要なものは、少年カリギュラに必要なものは何だと思う？分かった、話せよ。話せるし、俺は歯を見せることができる。おお、なるほど。インテリ？いや違う。歯、なんだっけ。もう質問の内容忘れちゃった。なんだっけ。少年カリギュラに。はい。少年カリギュラに。嘘だろ。え、待って。爆発しそう。もう、パク？もうここに。